半負けの本家の本物の貴族の半間岩先生です。地球上で能力者っていうのは私だけなんですけども、上の生物と言ってますけども、国家で打たれてる君が要は岩尾となり手という名前が私なんですね。父もじいさんという名前でしたけれども、じいさんも父もにただの人間でした。で生まれておりました。私だけ、本物の貴族ですね。本家でね。父とじいさんは当然本家ですけどね。でね、上の能力者は私に対して人間との関係はね、人間はね、私を殺すために全員が半分以上その労働をしてます。私を殺すために、分かんないようにね、宇宙にバレないようにね、あと仕返しが来るんで、上の生物なんで。人間たちは全員ね、私をね、分かんないように、宇宙に分かんないように殺すということを、仕事を各自50%以上仕事にしてるわけですね。人間全員ですね。100億人人間いますけれども、その上の生物、私に対して、上の能力者、上の生物に対してですね、私一人に対してですね、人間全員、人間死んでいくまで、半分の労働はね、その上の生物、私に対して、宇宙に分かんないようにね、後で反撃が来ないように、分かんないように消すための仕事を考えて、仕事を半分以上してます。平均でね。という分かりやすい説明ですね。直感じゃなくて正しいね。正しい、分かりやすい、完璧に近いね、説明、なんですけれども、ということですね。だから、人間をしょ全員全部処分するということもね、普通は考えるんだけど、まだね、宇宙体の上の生物が許さないんですよね。人間たち全員そういう生物だから、ね、処分できるんだけども、何なのか、どうしてなのかということですね。そういうことで、地球で私だけ生きてるわけですからね。上の生物だから人間全員を、処刑しないといけないはずなんだけども、そうすると非常に生活が楽になるわけですよね。生活が楽になるんですよ。ね。それが宇宙体、同じ上の生物と言っても、その団体の知能の生物ばっかしなんですよね。だからね、人間たちも団体でしょ。だから許さないのかというようなことじゃないかというようなことでね。だから、これに対してね、一向にね、通知が来ないんですよ。ね、で探してもね、とにかく人間全員は私に対してね、宇宙生物に分かんないようにね、消すという仕事を、死ぬまで、人間は死ぬまで50%以上仕事してるんですね。それがね、上の生物能力者、単独のね、の能力者と人間との今のたち、あの関係なんですね。で、能力でもって支えてるわけですね。
これがね、実際の動きなんだけど、宇宙生物、上の頭のいい宇宙生物がバクテリアとかそういうのが組んで頭がいいだけであってね、あるためにこの人間たちを処刑するということを許さないわけですね。そうじゃ私は上の生物としていない方がいいじゃないかということね、人間全員ね。ということなんですよね。それで宇宙の会議ではダメだって言ってくるんですよね。人間全員そのね、半分以上上の生物私を分かんないように殺すために仕事しててね、味方じゃないんだからね、邪魔でしょ。だから上の生物としては処刑しないといけないわけですよ、100億人ある人間ね。だ、宇宙の人間よりか頭のいい生物ねはバクテリアとかそういうのが集まったものだから、で頭良くなったものだからね、殺しちゃダメだよというのかな、団体だから。ということで、まだずっと討議されてます。そういうことなんですね。大事な話でね、これは非常に大事なんです。能力者、地球に私しかいませんから、本物貴族しかいませんから、人間と私の関係ですね。そういうことで、12月、何日かな、もう今朝方6時過ぎたかな、過ぎまして7時になるのかな。大事な話だったんで、人間と私との関係は100%そういう現実となってますのでね。皆さん